ミゼット2は1996年から2001年まで大発工業から製造・販売されていた軽貨物自動車である。高度経済成長期の1957年8月から1972年1月まで販売された軽貨物ミワ自動車、ミゼットの名前を受け継いだ軽貨物モデルである。初代ミゼットと同様に小口配達に特化しており、 車体の大きさは、全長 2790mm、全幅 1335mm、全高 1705mm で、当時の軽自動車規格の上限値を大幅に下回り、360cc 時代の軽自動車規格に当てはめても、複印が 35mm 上回る程度で、最小回転半径は 3.6m。スペースの関係から、スペアタイヤをボンネットに装着し、 ヘッドライトとフロントホイールのフェンダーがボディの外側に大きくはみ出した愛嬌のある外観が特徴的である。当初は乗員1名の軽トラックモデルのみが製造されたが、後にライト版スタイルのカーゴや二人乗りモデルが誕生した。企画当初から少量生産者として企画され、大発本社池田工場内に新設された専用施設ミゼット工房において手作業で、 組み立てが行われた。コストの低減を図るため、既存の軽貨物自動車である8代目ハイゼットと多くの部品を共用する。なお、ミゼット工房は後にエキスパートセンターと名称を変更し、コペンの生産が行われた。なお、テールランプは鈴木キャリーの流用である。その特徴的なコンセプトから、生産終了から20年近くを経た現在も、 なお個性的な軽自動車モデルの一つとして取り上げられることも少なくない。1997年1月、販売型ミゼット通貨後基本的に一人乗り4足 MT、二人乗り3足 AT の設定であるが、一人乗りモデルでもトランスミッション関連部品の改造により、変速レバーのコラムシフト化と助手席追加による二人乗りの4足 MT 車化、さらには、 部品追加により4足 MT を5足 MT にできたりと改造の幅も広い。これは走行系の部品を7台目及び8台目、9台目ハイゼットと共用しているために可能な技である。5足 MT にすることによって燃料消費が従来の4足 MT より向上する可能性もある。実質的な先代モデルのミゼットに由来、ミゼットの2台目ということで命名された。 1995年開催の第31回東京モーターショーにミゼット2と共に参考出品された常用版。全1席後ろ2席のトライアングルシートポジションと非対称ドアを特徴としていた。こちらは市販に至らなかった。このシートレイアウトはフットスペースの確保がしやすくパッセンジャーの視界が広くなる等のメリットがあり、1990年代に BMW Z13 を、はじめ盛んに試作検討されたが、量産されたものはなかった。モデルヒストリー、ミゼット2。大発工業 U キャッチ。2020年4月19日、閲覧。林正人。こんな車もう出ない驚くほどの超個性派。エポックメイキングな軽自動車5000。ベストカーウェブ、高段車 BC。2020年4月19日、閲覧。 よくぞ作った、奇抜すぎる個性的な軽自動車5 0車のニュース。メディアバーグ。2020年4月19日閲覧。タイヤは、全車145、95R1079、77リットルのサイズのラジアルタイヤを用いる。ちなみに1993年の第30回東京モーターショーに参考出品された、 プロトタイプのミゼット2では12インチのタイヤとホイールが前輪側のブレーキにはディスクブレーキがそれぞれ用いられていた。ミゼット2のカタログ、リクルート株式会社、2020年1月6日閲覧、ただしトラックのみ、ありがとうございます。